モデルプレスイコール2024年5月13日、グローバルボーイズグループ、上腕、JO1 が13日放送のフジテレビ系ネプリーグ、月曜19時にフルメンバーで参戦する。写真、上腕、INI ドックスティーンら豪華集結、上腕、アーティストチームと対決2005年の放送開始以来、数々の常識力、対決が繰り広げられてきたクイズ番組、ネプリーグ。 今回はアジョー1チーム VS アーティストチームが対決。最新曲から懐かしの名曲まで、音楽の常識クイズが続々出題される。上1チームは、上1、大平翔星、川尻蓮、川西匠、木又翔也、金城壁界、河野純喜、佐藤慶吾、白岩る木、鶴帽四桃豆原一星、与那城昌、とニューヨーク、島佐和也、屋敷広政、が登場。 対するアーティストチームは、ネプチューン、名倉淳、原田泰造、堀内健、に加え、DJ クー、TRF、橋休め厚子、ひとみ、名 J。が集結。両チームともにアーティストとしてのプライドをかけ、間違えるわけにはいかない音楽問題に挑む。ボーナスステージまで進み、トロッコに乗ることができるのはどちらのチームか。上腕木又翔也が誤、バ爆回答。 一度突っ込みファーストステージは流れてくる音楽を聴いてアーティスト名を答えるブレインタワーミュージック上位チームは全員揃っての参戦河野は本業なのでここはミスれないと意気込む同じチームの屋敷は僕らデビューの時から応援しているのでとファンだったことを明かすもでも頭がいいというイメージは一つもなかったと素直なコメントに笑いが起きる 上位チームが挑戦する問題は、リバイバルヒットソングを聞いてそのアーティスト名を答える問題。高校ダンス部動画で話題を呼び、再びヒットとなったダンシングヒーロー。正解は、小木の目洋子。が流れると河野が苦戦。その後、さすらい、正解は、奥田民生の曲が流れると、木又が出した回答。アーティスト名は侍、侍予想外な回答に一同誰 と突っ込み、笑いの渦に包まれるなど、ミスを連発。激沈した上位チームは焦りの色が見える。この結果に敵チームの原田は、絶対、打ち勝ちますよ。と宣言し、DJ 空も、負けないルーダンス。と宣戦布告、アーティストチームは、DJ 空、橋休め、瞳、名 J。ら全員、NHK 紅白歌合戦、出場者ということで期待がかかる。 しかし、名字や橋休めが激端回答を連発し、予想だにしない展開が起きる。恥ずかしい回答に上位チームも、これはやばいよ。とざわつく場面も、ボーカーアーティスト陣の音楽問題の常識力とは、上腕与那城賞が激沈。あのちゃんに怒られる、セカンドステージは、聞き分けコンサート、サードステージは、ハイパーボンバー、に挑戦。新コーナーの、 聞き分けコンサートではバイオリンや木琴マリンバなどの楽器の音色を聞いて本物かどうか聞き分けるクイズが出題上位チームは大平佐藤河野川尻屋敷の5人アーティストチームは名倉瞳明誉橋休め原田の5人が挑戦するハイパーボンバーでは曲を聞いて歌詞の空欄を歌って答える問題に挑戦 アーティストチームには、HY の366日、山木原の之のもう恋なんてしない、西野カナの会いたくて会いたくてなど、失恋ソングの歌詞問題が出される。DJ クーは平井健の瞳を閉じてを選択し、甘い歌声で回答。m 治 j も西内マリアの元気を出してを選択し、美声を披露する。しかし、回答後の盛り上がりがタイムロスとなり、 追い込まれてしまうことに。瞳は、みんな、うまいからさ、酔いしれる時間をください。と反発する。上位チームには、イブのカイカイキタン、開会期間、八谷勇気の、W、X、Y、水曜日のカンパネラの、エジソンなど、令和のヒットソングの歌詞問題が出される。近所は新しい学校のリーダーズの大人ブルーを、川西はクリーピーナッツの、ブリンバンバンボーンを選び、 ノリノリで熱唱し回答する。与那城はユリのビリミリオン、ヤーノのチュ多様性。に挑戦するも悪戦苦闘、激ヤバ回答、に一同が爆笑すると、与那城も失敗にあのちゃんに怒られるわと悔やむ。上腕メンバーの美声とともに恥ずかしすぎる後頭シーンも見どころとなっている。モデルプレス編集部。